ボーディーン。え、誰？え、誰？かれこれ2時間ぐらい楽しみたい。ゲッコ。君、ゲッコじゃない。もう2人とももう2時間ずっとこの姿で、もう今ヒーローになってるから。空飛べる？いいよ、飛んで。いいよ、飛んでみて。もうやばいんだけど。じゃあ俺とマナはこれからスパーリング始めます。お願いします。よし、避けたい。ついにそこはカップラーメン食べる。これもうね、私の考えだと1ヶ月後ぐらいにちょうど恋しくなって食べるなって思った。ルイがもうスーパーマンになりきってる。この前ね、聞いてくださいよ皆さん。私ね、この前ね、アレルギー検査したの、全息取れちゃった。ママ、そしたらね、アレルギー検査の結果がずっとそばがアレルギーだったのね、もう小さい頃から。そばがアレルギーなの？あれに入ってないの？そう、大人になるにつれて治ってたっていう。だからなんかお母さんとかがいろんなものを食べさせてくれて、なんかそういう風にアレルギーが起こらないようにしてくれたりとか、なんかさ、免疫がついたりすると結構そば、あ、あ、いや、ザ、やかんの音。これさ、触ってみて。うん。熱っ。え？なんてね。開けて。その顔で開けていいとか聞かないで。ガチャガチャ塗ってる。ガチャガチャ言ってる？うん。何してるか見て。え？寝てる？あ、一生懸命遊んでる。そう、それで結局アレルギーがそばだったのになくなってて。そばがね、アレルギーじゃなくなってた。でもさ、そばってもう致命傷並みに何怖いから、無理して食べる必要もないって言われたらしいんだけど、まあでもなんか本当こんだけはちょっとチャレンジしてみたいよね。1本でも顔がパンパンに腫れちゃうぐらいだったのね、うん、だからそういう危険なことは犯さない。私一応母親なので危険なことは犯しませんけど、でもさ、やっぱそばをさ食べないでずっと人生生きてきたし、年越しそばとかいつもまなだけうどんだったりそうめんだったりするの、なんかちょっと食べたい気持ちありますね。でも危険なもので食べませんけど、意外とだからアレルギーだったと思ってたことが実は全然違ったっていうの結構あるで。俺もね、一応エビとカニがアレルギーなんだけど、まあでもね、ぶっちゃけね、小学校の頃とかね、ちょっと食べたりしてたよね。そう、だから多分俺もね、もしかしたら今アレルギー検査したらね、もうなくなってるかもしれない。なので皆さんもアレルギーある人とか、一回はちょっと試してみてはどうでしょうか。OK。あ、間違えて繰り返しをしちゃった。できましたー。カップヌードルカレー。はい、こちらですね。これがジャパニーズカレーですね。ジャパニーズラーメンでした。女の子たちのメイクレッスンが始まってる。あー、出てる出てる出てる。マナの顔やばい。はい、どうぞ。もうみんな女子なんだけど。見て、もう男子一人でそこで絵描いてるから。ありがとう。集中してるし、めっちゃ。ルイ、何描いてんの？めっちゃ集中してるけど。これさ、意外と難しいんだよ。このくるくるして、縦横とか気に入れ、あ、気に入れなかった。もうみんな揃ってやってんじゃん。さあ、女子が3人集まるとこうなってしまいます。おー、ありがとう。ありがとう。あ、上手。ポン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 、ポンポンポン。そう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 。おー、上手上手。すっごい。すげえ。じゃあ、はい。おー、ありがとう。おー、上手。もう何歳でも。上司はもう何歳、もう1歳2歳3歳関係なく女子は女子ですね。かわいい。もうめちゃめちゃ集中しております、このスタイリストさん。あ、顔ですね。こちらの女子たちもすっごい集中しております。やばいやばいやばい、やられた。ね、スタイリスト3人もついてるんですね。
来てくれたんですけど。あ、そうですか、はい、すごいね、お金いっぱいかかってるね。すごい、一人めっちゃ積極的ですね。一人手全体使ってやってくるんですよ。手全体で。手めっちゃやばいんですけど。あ、やっぱプロはやっぱ違いますね、スタイリストさん。はい、ということで、まなちゃんのメイクアップが終わったみたいので、皆さんにお見せしたいと思います。てれれ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 れってれーん。イェーイ。わー、なんと斬新な。すごっ。今初めて見た？なんと斬新な。すごい。やっぱ新人は違いますね。いや、かわいいね。かわいいかわいい。やった。うっけーハイファイブ。ハイファイブ。ハイファイブ。もも。ハイファイブ。まだ足りないですね。てるーん。今回はこちらの車を借りました。キャデラック。アメリカの高級車と言われるやつですね。あ、こっち。姉ちゃん見て。あ、ペニーワイズの下だ。ペニーワイズ、ペニーワイズ来るよ。おいで。ピエロ来るよ、ピエロ。内装はこんな感じですね。キャレオツ。ということで、今日はこちらのバーニズ&ノーブルっていう本屋さんに行きたいと思います。ちょっとね、本屋さんでね、英語がわからない俺たちでもわかるような簡単な本を調べて何個か出てきたので、それを買うのと一緒にマルイとルネの本も買えたらなと思って、今からそちらに向かいたいと思います。イエーイ。こちらになります。このピンクのところ、うん、ここですね。かわいいね。ね、かわいい。おい、おい、着きました。アメリカはね、みんな頭から入れるタイプだから、その流行りに乗ろう。本屋さんへ着きました。インスタ映えの蝶がある。りく、何読んでんの？うん、なんて書いてある？つつってんの、これ。面白かった？まだ。パパパパ、やばいやばい、ここトイ&ゲームズ。もうルイの大好きなものがいっぱいある。 PJ マスクもあるし。そうだね、今回俺たちが探しに来た本、俺はね、まあ、子供が見るような小説を買って、まあ、難しすぎてもね、挫折しちゃうから、ちょっと簡単なものを読みつつ勉強していこうと思って、そう、簡単な本を探しに来ました。ルネ見て、かわいい。ルネの大好きなやつ、ポニーのやつだ。そう、まあ、アメリカはね、何があるか分かんないから、あんまり子供と離れないようにしなきゃね。めっちゃ幸せです。それ欲しいの？ちっちゃ。ちっちゃ。アメリカは子供がさらわれる件数がね、めちゃめちゃ多いので気をつけないとね。すげえ、アメリカマインクラフトの攻略本みたいなのがあるんだけど。何でもあるな。フォートナイトのなんかアウトフィットとか見て。この辺、この辺さ、めっちゃちょうどいいんだけど、アリスの小説みたいのがいっぱいあって、でこれ可愛くない？プーさん。でもプーさん好きだし。それ、プーさん好きだからこの小説いいなと思って。しかもなんか見て、このあ、これカメラでわかるかな、このさ、本紙がちゃんと揃えてない感じ、なんですごい、めっちゃ可愛い、おしゃれじゃない？すごくない？ね、これだったらさ、最初のうちは練習できそうだよね、英語。クリストファー・ロビン、これいいじゃん。やっぱこのぐらいの年のやつはね、あの、簡単な英語しか使われてないから、もうこれ覚えちゃえばある程度喋れるようになるってことだね。いや、いいな、この辺。しかも普通にさ、面白そうな物語がさ、いっぱいあるんだよな。アンの海で、ハードじゃないタイプあるよ。本当だ。今とりあえずこのプーさんはとりあえず買って、赤毛のアンもいいよね。あの、ネットフリックスの赤毛のアンに俺たちハマってて、で、そろそろまた新シーズンが始まるっていうから、めっちゃ楽しみにしてるんだけど、赤毛のアンもいいよね。ただ今見ちゃったらオチが全部わかっちゃうから、なんかあの、そう、みんなにも聞きたいな。その英語がわかんないうちにこういう小説みたいの見れば、なんか、なんていうの、中身も簡単だし面白いしいいよみたいのがあったらぜひ教えてください。今俺たちは頑張って英語を勉強したいので。いや、いいね。ルネちゃん、ルイくん、マナちゃん、めっちゃライオンキング歌ってます。はい、はい、次は
次はターゲットに来ました。やっぱね、アメリカ人からしたらただのスーパーだけど、日本人からしたら、うわ、ターゲット、ターゲット、観光地、観光地って感じある。はい。まあ、普通にね、おむつをね、なぜかまだめっちゃ少なく持ってきたという噂を聞きまして。はい、なんかね、飛行機の中の間だけの量のおむつを、しか持ってこなかったの、なんでか。まあ、アメリカ行けるっていうことでネジが吹っ飛んでたんでしょうね。なので、ちょっとここのターゲットでおむつを買ってきます。よし、入るよ。てん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 。ターゲットはこんな感じです。まあもうただのスーパーなんだけどね。やばい。水がこんだけいっぱいあって、2.6 ドル。じゃあ今急遽考えたんだけど、ターゲットで買い物する動画をこれから撮ります。なので、その動画の方も見てください。よかったら。それまでバイ。帰ってきました。そしてルネちゃんはテリーン外でみんなと遊んでます。めっちゃなんか楽しそうだな。空をめっちゃ見てる。はい、そして僕はこの間にちょっと編集をして、今ねいい感じに動画もね、やっぱねアメリカ来ると結構ねなんか撮るものがいっぱいあって、そういい感じに動画をいっぱい撮れてるので、毎日編集をしないと追いつかなくなっちゃうので、今頑張って編集をしています。これさ、アメリカに出発する動画なんだけど、見てこれ、1、2、動画スタートして2本の動画なのに、もう8分とかなってんだよね。なーげー、オープニングだけでもう8分間も喋ってるっていう。まあ、ビログだからオープニングもクソもないんだけど、こんな感じでブワーっとカットして、この細かいの全部カットカットカットして、カット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 して、もうこの辺でもうすでにもう13分ぐらいなんだよ。で、あと、多分動画5本ぐらいあるから、マジこれ何分の動画になるんだよって感じだよね。まあ、もしかしたらここからどんどんいらないところカットされてるかもしれないけど、はい、まあこんな感じで編集をしていつも動画を出してます。そう、ジョンマナチャンネルね、全然投稿頻度が多くないから、アメリカ旅行してる間はちょっと投稿頻度頑張ってあげようと思ってます。今日もね、もう2本撮ったからいい感じですね。まあ、もしなんかアメリカで撮ってほしい動画とかがあったら、ぜひコメントで教えてください。撮りに行くので、じゃあとりあえずマナちゃんとルイ君が起きるまで編集頑張ります。おはようございます。眩しい。はい、今日はね、もうあれからちょっと数時間経ってしまったんですが、二人でサイクリング行こうと思います。まあ、ここね、アメリカで、まあ、夜ちょっと危ないって言われるけど、まあ、ここは比較的ね、住宅街で、近くまでなら全然大丈夫っていうことなので、しかも結構ね、みんなサイクリングしてるみたいなので、ね、ちょっと俺たちも、久々にもうルイとルネが時差ボケで今バックスしてるので。ちょうどこれで朝まで寝てくれたら、治るよ。ちなみに俺、こんな感じだから今。てかね、ここね、すごい星が綺麗。今気づいたけど。うわ、ほんとだ。めっちゃ綺麗。まあ、そういうことで、ちょっと二人でサイクリングしてきまーす。誰だ？すごい、向こうでも学生たちがナイトエンジョイしてる。今日金曜日か。ちょっと自転車乗ってるところ全然撮れなかったけど、めっちゃ綺麗じゃん、星。てかこんな広場あるんだね。いないでしょ。うわー、これ、見えたら最高なのに。見えるかな？どう、自転車。ストレンジャーシングスみたいって言ってたよね。そうしかも街並みもさ、めっちゃね、アメリカだし。当たり前なんですけど。今なんか普通にこうやって会話してるけど、俺こんなんだからね。めっちゃ眩しいからね。まあでもクソ眩しそうだし。なんで光らせんの？まあでもこれでもう明るくすれば多分見れるな、マナの顔。いいね。てかめっちゃ星綺麗だな。すごいよみんな、この上。うわぁ、撮れない。映ってた最高なのに。お腹すいた。ねえ、もう今日時差ボケでマナが爆睡しちゃってて、食材買いに行く暇がなかったね。てか私多分、朝ちょっとパン食べ、かじっただけで、そこから、何も食べてないの？ずっと何も食べてない。痩せちゃう。結構アメリカ来たらいつもそんな感じだよね。最初はご飯食べる気力がないぐらい眠くて、で、慣れてきても、なんか毎日外食もちょっと嫌じゃないってなっちゃって、かといってなんかスーパーで買っても何を買ったらいいか全然わかんない。っていう部分ではやっぱ日本ちょっと
便利だよね、ご飯系は。ね。しかもさ、うん、日本食のが作り慣れてるしね。そうそうそう、それはもうそうだけど。うん。だから全然なんか。そうだからね、この辺ね、そういいとこが言ってたけど、メキシコ人と白人の人が多いから、そうアジア人とかがね、全然いないから、ジャパニーズスーパーとかがないから、味噌スープとかね、飲めないんだよね。うんこってぐらいのでかさなんだけど。めっちゃでかくね。すごい。最初うんちかと思った。ね。楽しそうだな。混じりたいわ。あ、わざわざ。よよよよよ。よよ、ポン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 。何あいつらみたいな。みんな家帰ったけど。とりあえず、家戻ろうか。とりあえず家戻ろうか。短い。およそ10分。10分以内だわ。5分ぐらいじゃない？じゃあ。明日何しようか。ねえ。あ、ちょっとそろそろもう帰る時間だから、また明日ここ集合ね。あ、わかった。じゃあ、おやすみ。じゃあね。リアちゃんがそうめんを作ってくれました。In America。私、今年初めてそうめん食べる。本当？うん。じゃあ流しそうめんしまーす。え、めっちゃうまそう。やばい、入りたくないって。めっちゃかわす。あ、来た。いただきます。うまい、うん、ということで今日はもう夜になってしまったので動画はこの辺にしたいと思います。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そしてあのかわいいかわいい、あ、この動画で紹介してね、もったいね、あの可愛い T シャツ紹介してね。まあ、でもあの下にあるのでそちらからご覧ください。ってことでまた明日お会いしましょう。バイバイ。うん、バイバイする。バイバイ。